はい、金子実です。僕がおすすめする1台ワールドカップ IGS-RD です。実際ワールドカップという大会ではご存知の通り実証済みですし、全日本の、技術戦の方にも、出てる選手はほとんどこのスキーを使っている方が多いです。大きな違いは去年と違うところ、このプレートの部分が、去年まではセパレートプレートになってたんですけど、このプレートになってからはとにかく軽いです。軽い中でもしっかりとした、スイングバランスだったりグリップ力っていうのを、試せる一台になってます。あとおすすめなのがこのダンプナーです。これをつけることによって、従来のヘッドでいうどっしり感、重厚感というのを、残しながら、これを外すことによって今までよりももっと軽いタッチ、簡単なスキー操作ということが可能になりましたので、1台で2役というのがこのダンプナーのいいところです。ぜひ皆さん試してみてください。